おはようございます今日国王さんどちらへ岡崎城です竹千代誕生の秘話を皆さんにお伝えします 2> 第二回目は竹千代の誕生とその裏に隠された複雑な松平家のお家の事情です ここで生まれたんだぞ、竹千代。ほら、ほら、ここに坂谷邸跡って書いてある。ね、ここで生まれたんだよ。え？これ。どうした？屋敷がない。ん？屋敷,屋敷はないな。屋敷は今もないんだよ。え？

日本では古来より御虎の服という言葉が重んじられてきています。虎年、虎の月、虎の日、虎の穀、その4つの条件のうち、3つを満たしている男の子が生まれると、将来大物になるのではないかと喜ばれてきたわけです。イエスコの場合は、それに加えて虎年でも60年に1度しか来ない水の絵の虎という年に生まれました。 ですから家臣どころか領民そして終わり屋寸府にまでその情報が届いたと言われています竹千代この場所をそれじゃあ YouTube を見ている人たちに説明してくれこれなんじゃ井戸何の井戸だ産井の誰の産の井戸だ僕の僕のだなそうここが 竹千代が生まれた時に使われた産湯松平郷の井戸そしてここの井戸から湯が使われたと言われていますほら竹千代がさ生まれたあとお母さんの体の中に残ってた胎盤だね後塚を後山だな<え>これをここに埋めてあるんだ。 さあ、ここはどこかな。うん、これはどこかわかるか。たつのい。たつのいだな、たつのいってなんだ。龍が。龍の井戸。龍のい龍のいどって書くよね。その龍はいつ出てきたんだ。僕が。生まれた頃、うん。うん、時にで、ここから龍が出てきたの。うん、うん、それで。 岡崎城をぐるぐる回って、うん、岡崎城守ったんだよ。岡崎で守ったのか、だから竜の井って呼ばれてんだな。うん、うん。ここどうかな。飲めるかな。あ、ちょっと待って。ねえねえ。あのさ、うん、あのさ、水はもうカラカラだからさ、うん、草しか見えない。草しか見えない。あ、でもこんなこと書いてあるぞ。 この水は飲めません。飲めません。ああ、さっき読めなかったんだ <laughs>、うん。うん？なんか聞こえるぞ。うん。赤ん坊の声。<ー>うん。うぶ声みたいな。どうした？ほら、さっきさ、聞こえたもう一つのうぶ声はここ。 ふたに来るわにあった屋敷から越えてきたんだよ。屋敷のどこ？どこかな。きっとね、お風呂のすぐ近くだと思うよ。そこで生まれたのが誰だ。栄心<神>。栄心だね。そうだね、栄心とも言うね。君の。お母さんは違うけど兄弟だ。え？同じ日、<え>同じ時刻に生まれたと言われている兄弟。 慶神がここから誕生したんだよ。うんね、お父さん誰？広多さんじゃん。慶神の。うん、え？<お>本当？うん。お父さんは同じなの。お母,お母さんは別々。なんで別なの？そういうね戦国時代そういうことがあったの。うん、次男？三男？どっち？ ここで生まれた啓神はこのまま武士になると清掃の具になりかねないと判断されここ岡崎城から出ていくことになりますほらこれが高中寺だよこのお寺は何のお寺かわかるか 父上,の寺父上私がいつの間にか広田にな,なっちゃってるんですけれど私を待つお寺だという意味で言ったと思いますがそうだねうん<え>誰がここへ来たんだうん私ですけど<ん>あど竹千代はその前だよね、はい、ここに岡崎城竹千代がさ岡崎城で生まれて、うん、で。 謙信と,と貫禄とお久の方だな、はい、がここに来たんだよでここで生活してたんだってそうしたらもうそれから十何年たってから松平元康その後の家康公だながここに三人を訪ねてきたんだってでその時にお久の方が「広忠公を祀るお寺を建ててください」って。 でお願いしたんだってそれでこのお寺ができたんだって。さあじゃあ中に入っててみようか。 お仕様の方のお願いを受けて家康公が建てたこの高中寺この桑谷村のある意味象徴するお寺となりました多くの人が行き交う訪れる場所だったんですね私が小さい頃も結構人の出入りありましたしかし今は住職もなくなり 寸前の状況ですこの中にはねもう本当に静かでこんな古くなっちゃったけどね実はね貴重なものお宝がたくさん入ってるんだってその一つはね位牌ってわかかるかおい、はい、うん松平広忠のご位牌があるんだって。<え>うんそのね 家康子がここに来た時にね、うん、その位牌に手を合わせてそしてその位牌の裏にね筆でね書いたんだって貫禄と敬心は私の兄弟ですよって書いたんだってそういったのもここに入ってるんだって他にもねいろんなお宝が入ってんな。パパうん。もしかしてさ、うん、この寺を開けちゃったお宝どうするの まあ焼けちゃったりしたらそれなくなっちゃうね、うん、だからねちゃんと岡崎市とか日本の国がねこういったものをきちんと守ることをしないといけないなとパパ思うんだあんまり守られてない<え>見ればわかるじゃんこんなになっちゃったね他に行こうか。分かった、うん、あのさここ転びそうになっちゃったうん、うん、転びそうになっちゃう気をつけてな分かった、うん、僕も。 慎重に歩いてるけどはははここにありますように岡崎観光文化百選の一つにこの高中寺が入っていますしかし残念ながらペンキはもう剥げた状態です家康が父博忠の母代をもらうため1562年に創建した寺です家康の伊母帝 ここには英心と書いてありますが、英心とも敬心とも言われました。が、住職になり、母のおひさとともに、広忠の供養に努めました。家康から受領した、拝領した大黒天などの。寺や宝が有名ですと書いてありますね。清列院と読むんでしょうか。広忠公。長慶院おひさの方。 それからこれはちょっと随称院ですかね忠政公御廟と書いてあります忠政というのは幼名、えー、が貫禄お兄ちゃんの方ですね、えー、三千石の旗元になったと言われていますそのお墓がここにあるということですここに長慶、えー、院 おしさの方の墓と書いてありますね、えー、そしてこれがこれがおそらく広ろの墓という意味なんでしょう、うんえー、あそこにちょっと待ってくださいね、えー、失礼いたします、えー、こんな方に折れてますねあここに松平広ろ公の墓と書いてありますのでおそらくこれ真ん中にこれがあったんじゃないかなと思います 読めからそれは何かな読めどうぞ、うん、これ読め読めんかこれ読めない全く父親も読めないよね松平これは忠政ですねあのお兄ちゃんの方ですねのあの墓だということですね第二話の竹千代誕生のエピソードいかがでしたか その誕生に隠された。三人の家族の話を取り上げました。なお、この家族の話については。大ベストセラーになった。山岡宗八書の。徳川家康の第一巻に。登場しています。機会があったら。小説をぜひ。手に取ってみてください。ありがとう。 1542年12月26日虎の国これは午前4時前後ですね竹千代が岡崎城で産声を上げました世継ぎの誕生というだけでなく竹千代の生まれた年月日時刻のいずれもが虎という最高の縁起のもとに生まれたので城内ばかりか領内は歓喜に沸いたといいます その虎にまつわる信仰は聖徳太子の時代に遡ります聖徳太子が豪族物のべしとの戦勝祈願を虎の年虎の日虎の国に行ったところ目の前に軍神毘沙門天が現れその加護によって戦に勝つことができたという伝説に基づくものです余談になりますが太平洋戦争の始まりを伝えた伝聞、 トラトラ,トラとしても有名ですが1941年はトラ年ではありませんよねこの伝説とは無関係だと思います竹千代の父親は岡崎藩主松平弘忠母は於大の方です竹千代が生まれた時弘忠16歳於大の方14歳でした随分若いですよねでも 当時はそんなに珍しいことではありませんでしたその頃三河岡崎藩は弱小大名で東に今川西に織田という有名どころの大名に挟まれて苦しい状況に置かれていました当時指導者階級では政略結婚が普通に行われており広忠の家臣団も味方を増やすために 隣の水の家からお台の方を迎えることにしたのです。実は、広忠にはすでに結婚を前提に一緒に住んでいたおさの方という女性がいました。二人の間には、貫禄という名の長男がおり、お台の方に押し出されるような形でおさの方は身を引きます。でも、お腹には広忠との二番目の子を宿しており、 竹千代が生まれたのと同じ日、ほぼ同じ時刻に、同じ岡崎城内で男子を出産しました。生まれた子が清掃の具、争いの種になるのを恐れた、お久の方の父親、つまりは祖父ですね、はその子を武士にせず、仏門に入れお坊さんにすることにし、その名を京神としました。 母子三人はその後、流害村、現在では岡崎市桑貝町に移り住みます。昭和の時代に大ベストセラーになった山岡総八町の大作、徳川家康の第一巻は、広忠とおしさな方との会話から始まっています。三人が引っこもった村の流害村氏によると、 岡崎城に戻って独立した若き家康当時の名前は松平元康ですが来村3人に会っていますその場所が私の父の祖先の屋敷だったとの言い伝えがありますがただ残念ながらそれについての文章などの資料はありません実は私の父親の実家は3人が住んでいた屋敷のすぐ近くにあるのです 異母兄弟に会いに来尊した元康に、お久さの方が、広忠公だこうを母代する寺を作っていただきたい、と願い、甲冑寺が作られ、慶神がその寺の住職になりました。小さい頃一時期、本家でお世話になっていた私は、遊び場の一つがその甲冑寺でした。ご縁ですね。そのあたりに興味のある方は、 私の公式ブログ、浅井国臣の人生劇場をお読みください。慶心の兄の貫禄は松平忠正を名乗り、後に三千石の旗本になっています。岡崎藩の領民の期待を小さな背中に負って生まれた竹千代ですが、弱小、領主の悲しさ、様々な難題が降りかかります。まずは、両親の離婚です。 母親、小田の方が実家に返されてしまったのです。もちろんその裏には、小田と今川の勢力争いがありました。その時、竹千代はまだ2歳になっていませんでした。それから2年よ、今度は今川家から、小田から守ってやるからその代わりに竹千代を人質に出せ、と脅されます。仕方なく、父、広忠と家臣たちは、 家を守るために竹千代を4歳にして今川に人質に差し出したのです。ところが、岡崎城を出て駿府に向かったはずの竹千代ですが実際に着いた先は尾張の織田方でした。次回は人質に出された竹千代の足跡をたどります。お楽しみに。それでは次回またお会いしましょう。